はい、皆さんどうもこんにちは、レッドです。今日はですね、ビッグイベントがやってまいります。何かと言いますとね、もう間もなくやってくると思います。はい、我が家にやってまいりました。セカンドカー、ホンダのアコードです。エンジンはですね、VTEC が積んでます。で、シートがね、レカロが入ってるので多分純正ではないと思いますが、結構ホールド性はいいです。内装はね、カーボン調のね、シートが貼ってます。6速ギアです。はい、そしてね、足回りが、はい、これブレーキキャリパーがね、 NSX の、ブレーキキャリパーが入ってるんですね。なんとね、スリットローターですね。ホイールはノーマルです。17インチの扁平が45、横幅が215です。まあぼちぼちなサイズかな。ちょっと俺的には物足りない。デュアルマフラー、エンジンがですね、 VTEC が入ってます。なのでね、高回転で一気にパワーアップしちゃいます。カーって感じですかね。初 VTEC です。そしてね、フロントレンズね、中ね、結露してますね。これこっちだけじゃなくてね、反対側も結露してるのでね、これ空割りコースですね。空割りをしないといけません。で、フロントにフォグランプで、リアのブレーキはどうかわからないんですけどね、ブレーキパッドがどこのメーカーかちょっとわからないけど入っています。はい、そしてね、車庫帳が入っています。どこのメーカーかわからないですけどね。クラッチはね、一応強化クラッチが入ってるので、少しだけね、硬い感じはしますが、シルビアよりちょっと硬いぐらいで、そこまで気にはなりません。ではね、エンジンをかけます。割と静かっちゃ静か。吹き上がりめっちゃ早い。シルビアと違うな。でね、走行距離がね、219,475。めっちゃあれだよね。はい、マフラーの音を聞いてみます。まあギリギリ車検対応じゃないかなっていう感じかな。そしてですね、今この私が乗っているこのアコードは、自分でね、ユーザー車検を通してみたいと思います。で、窓口に行ったらね、こういう紙をね、もらって、今から印紙をね、貼ってきます。印紙を買ったので、こんな感じで36,000円かかりました。で、次なんか記入していくみたいなので書いていきます。ちょっとこれデータ上見せれないんですけど、ユーザー車検っていう窓口がありますので、そこに話をして、この用紙をもらって印紙を貼ったら、書き方がね、机に書いていますので、それ通りに書いていきます。で、わからないところはね、もう係の人に聞けばいいので、今からいよいよですね、ユーザー点検が始まっていきます。こう車でこの点検コース上に今から行って、悪いところをね、直していきます。直していくじゃないよ、悪いところをね、見ていきます。そしてね、いろいろぶっ飛んでしまいましたが、ホンダのアコード車検合格しました。今回用意したアコードの使い道なんですけど、撮影でね、めちゃくちゃやっぱ機材が最近増えてきてね、軽トラとかシルビアだけじゃね、移動がね、大変になってきました。そしたらね、知人が安く譲ってくれるという話をね、聞きましてね、僕が買いますっていうことでね、私が買いました。そしてね、いじり方としてはね、シルビアは今まで通りメインとして使うんですけど、アコードはね、シルビアでできなかった内容などを組み込めていったらいいのかなと。あと、シルビアにつけようかなって思っていたパーツで迷っていたパーツを、逆にアコードにつけてたりすることも、出てくるかもしれません。でもあくまでシルビアがメインです。で、視聴者さんの中にね、シルビアがいじるところなくなったから次の車を用意したのっていう人ね、中にいるとは思うんですけど、車いじりってね、終わりってないんですよ。私の、車のいじり方のコンセプトとしてはね、車の内装、内側をね、めちゃくちゃいじっててもね、外装がノーマルだったら中身を覗くっていうね、機会はね、少なくなります。逆に外装だけ仕上げてても、こう外装すげえなーって思ってこうね、近寄ってきて中を覗いても、あ、ノーマルなんだっていうね、主にこういうパターンだと思うんですけど、僕の場合はね、外装がすごいなーって思ってこう近寄ってもらって、中身はあ、まだこんなもんなんだ
ていう感じのをどんどんね仕上げていって、最後細かいところの調整をしていくような感じで、シルビアはいじっていきました。そしてアコードを作っていくコンセプトとしては、まあシンプルにゴツゴツした感じじゃなくて割とシンプルに、でもあのスポーツカーが好きなんでね、スポーティーな感じでシンプルに仕上げていこうかなと。まあ外装はですね、そういう感じでいこうと思っております。 FR 車両に続いて FF 車両どのようにね活躍していくのかは、まあ皆さん、長い目で見守ってあげてください。なのでね、これから動画にちょこちょこアコードが映ることになるかもしれませんが、そこら辺はねご了承ください。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。めちゃくちゃね今日私服です。私服なんですよね。もうラフ動画だから、これ不定期動画になってるかもね、わかんない。じゃあね、ツイッターもやってるからフォローしてください。バイバーイ。よろしくアコード。